はい、どうも、セブルです。私もです。はい、分かってるから。ということで、今日は花見ということでね、べちょべちょのパンを食べたいと思います。桜バリチッチリかけてるし桜見えへんかもしれない。これほんま桜なの？いや、これは違う、あっちは桜。うん、まあ、ご飯食べていい？旬の味覚、口きたのはい、俺はタルタル。え、な、見て、タケノコご飯って書いてあるねんけど、これ本気タイやん。タイ飯やのにタケノコご飯って書いてある。ミスプリやな。俺はパンを先に食べてんのは理由があんねんな。見ての通り溶けまくってるから。今日めっちゃ天気良すぎて、気温高すぎて溶けまくっとる。最後口拭きや誰がうんこ食べたい。早速食べよう。いただきます。コストコ食べたい。いいな、ああいう感じ。人参ある。うん、口拭いた方がいい、マジで。もうお前ぐらい子供ぐらいついてる。今ちょっとカメラ見えないんで、映ってるか映ってへんかも分からんけど、みんなどう？口を拭くんやんけ。待って、ストップ。見てみ。え、うんこぐらいついてるやろ。ゲリ出たんかも、口から。もっとついてる。とりあえず米で取るわ。取れへん、絶対に。米取り。テントとあれがいるなっていう。椅子。椅子とテント。あ、ここはちなみにあの太陽の塔で有名な万博公園です。そうそう、ガンバ大阪のホームグラウンドの真隣ですね。桜飛んできた。桜もあるということで、ギリギリ花見できたなっていう。最終日の手前に来たっていう。なんかテキヤもやってるし、テキヤで弁当買ったっていう。間違えた、スーパーやった。で、何が今日俺らしんどいかって、花粉。ほんまに花粉症真っ只中。すごい。桜の花びら入った。食べるとこやった。熱っ。熱ない。チキンボンボン。うん、おいしい。チンしてへんけど、うまい。たまにはうまいね。風がえぐい。ほんまに。けど、マジでいい天気。私らにしてはいい天気ちゃう。子供の時以来やけど。めっちゃ広いな。ここまで来るのに1時間かかってるから、車降りてから。いや、嘘みたいな顔すな。嘘や。ブロッコリーいる？人参前だ。人参食べ。で、太陽の塔って、うん、あの、ここにあったこと俺忘れてたわ。前ここ来た時に。俺なんか真横にあることは全然感覚になかった。うん、歩いて来れる距離やとは思ってへんかった。あるなぐらい。案外近かったな、あの地図より。うまっ。おいしい。今日は何があって、多分思ってる人いるけど、俺の服装がちょっとちゃうやん、見てっていう。いや、映ってへんし、わからんやん。全然わからん。いや、そこしか映ってへんやん。ね、まずもうジャケットが珍しいっていうの。まあまあまあ。気づいてる人は気づいてる。今日二人とも自由やな。うん、下だけやけど。俺に関してはもう全身で自由。あ、インナー以外。風が気持ちいい、強いけど。で、この子供の騒いでる声も結構 BGM になってるけど。うん、いい感じやな。あの、あれやろ、コロコロの滑り台。あ、そうやろ。絶対やらへんやん。やんで。絶対お尻つけたくないやん。破れるとか言うて。ただ、足でも滑れんの。うん、だから今日は久々に何かについて喋るわ。いいよ。口汚すぎて。目そこにしかいかない。いや、じゃあトークテーマは、小さい頃に言われてまだ続いている習慣。俺はお前習慣というかもう多分染みついた、うん、一つ、うん、特におかんがそうやったから、うん、俺いつもさ、安売りしてたら買うみたいな。多分 20% オフ、30% オフなってたら定価で買うのが嫌で、安くなったら買おうとか、ユニクロでも自由でも余裕やん、うん、それは多分おかんがずっと安売りを一生買うてたから、俺は今それを多分子供ながらに見てて、それが染みついて安くなったら買ってるし、まあ俺はけどおかんとちゃうのいらんもんは買わへん。安いからといっていらんもんは絶対買わない。それも教訓なんちゃうの。うん、それを見てたからこそな、うん、見てたからこそ。いらんもんを買ってるおかんを見てたからこそ俺はいらん、うん、もんは買わへんし、うん、いると思った狙いを定めて安くなった瞬間を狙うっていう、うん、おかんのハイブリッドみたいな、最強バージョンみたいな。いいとこ取りみたいな。上行った。うん、それは続いてるな。まあけどいい習慣やな。まあまあまあないな、私そういう感じ。こう言われたしこうみたいなないの。先生にこう言われたしこうみたいな。外で遊びって言われたんだよ。いや、別にその外で今遊んでよ。子供は外で遊びなさいね。そう、みんな言うねん。と、お前一人でここで平泳ぎの練習せ。そう、トラウマみたいな話しちゃうねん。今も平泳ぎの練習してるやつが言うねん。あと何やろな、トラウマの一言聞いてよ。あとなんか大きい雲が出てきたら、ああ、雲十郎って言って買ってあげてって。あ、雲を殺すなと。とは言ってない。あ、そういうことか。でもそれはまあ何やろ。あ、けどそんなん言ったら俺もあるわ。ジンクス的なやつやけど、なんか夜は夜に新しい靴を下ろすな的な。ああ、そういうの。それはようママに言われてた。確かに俺もそれは俺もそうや。あと夜に口笛吹くのと夜に爪切りするの、夜関係多いな。それなんか親の死に目に会えへんしとか言って。俺夜関係じゃなかったらあれやで、おばあちゃんが米粒残したら目つぶれるって言われたし。それはよう言うな。確か俺米粒以外も残さへん。ごま粒も残さへんやん。昨日もあれ食べてたよ俺。
な、人参残すな、人参残してます、人参残すな、今の今残してんのやね、食べれへん、苦手じゃないもんで残す人いるやん、それがちゃうってこと、俺が言ってるのが、そういう風習確かにそうやな、それ結構言われてきたな私、多い、うん、蛇が出るとか、じゃあ口笛吹いたらそうそうそう蛇が出るやろ、うん、あるな、それこそ夜に靴出すときは靴出してあかんって言われてて、もし靴どうしても出さなあかん場合は裏に唾ペッペッて、足の裏そこにペッペッて唾かけて歩き始めるみたいな、それ聞いたことないけど、ほんまほんま、なんか言われてた、唾吐いたことあんの、そんなペチャコじゃないで、うん、ペッペッみたいな感じやで、あ音だけ、雰囲気みたいな、そう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 、それ知らんわ、なんかそれはそうなんや、そうするんやと思ってた、靴下ろしたかは知ってるけど、ね、なけなしの唾ペッペは知らんわ、で今も夜下ろす時はペッペってこっそりやってる、下ろしてない、下ろしてない、夜下ろさなあかん状況ってあんの、だから新しい靴買って夜に例えば二次会行きます出かけますってなったら夜にどうしても履かなあかんやん、じゃあ俺今子供の時の話、二次会行くんかも子供で新しい靴を買ってもらって夜ご飯食べに行く、これ履きたいってなった時とか、名前な、なんかもっとありそうやねんけどな、ほんまは、またこれはまた話そうか、うん、なんかこうカルピスぬるすぎて引いてんねんけど、やしそういうの買わへんかった、言うやん、言っても聞かへんやん、どうして、今日は何ですかそれは、はい、自由、全身自由です、桜、結構入ってんな、あのはもっと満開の時って 人多いやろな、いや女子の撮り方か、いや女子の撮り方か、別に何もあれ撮ってません、エアプロハウス、もうすっかり夜ですわ、ということで今日はなぜ愛ちゃんが運転しているかというと、シャインモルツ、これじゃんけんが勝ったという特典がありますので、ね、待って待って、じゃんけんしてない、単純になんか喉乾いてない、いや、私はビールいらんって言った、カフェオレが飲みたい、そう、そんなことより、えーい、乾杯、乾杯、えーい、酒飲まへん社長か、下校なんです、あ、一口よ、だい、あ、どうでな、あちょっとうまい、ちょっとうまい、辛いの、辛口なん、炭酸がきつい、あ今日は爆盛り買い物したんで、ほんまに、またいつか紹介できたらと思います、けど今すぐにはちょっと紹介できないけど、買いすぎたんでちょっと後ろパンパンなんです、マジでいい買い物できたと思う、俺は1個、私3やわ、愛ちゃん3つで俺は1つ、でも値段出たらあんまり変わらんぐらいちゃう、足して2万ぐらい、久々に買いましたな、エキスポシティはもう何でもあるから、じゃあエキスポシティ来たらほんまに1日いてられるし、気づいた夜、今ちなみに8時半です、8時半なんで今からご飯を食べたいんですけど、今日もいつものノープランなんで、帰り道にうまそうなものがあればそこに行きたいと思いますんで、そこまで飛びましょう、レッツ、いただきます、うん、この一個のことこれやろ、これ美味しいな、美味しい、絶対替え玉しよう、うますぎる、最高すぎる、替え玉ボンバー、数える人生2回目ぐらいの替え玉、うえ、食べれるかな、嫌だってもらうか、あっちは3玉目です、やっと具全部食える、でもめっちゃ辛いな、これうまっ、豚骨ラーメンって感じで、あいちゃんもともとさ、ラーメン嫌いって俺に言ったよ、俺めっちゃ怒ってんの、食べ、斜めで食べるのが嫌いって言ったの、ラーメン自体は普通の、全然食べる、いや言うたら、ラーメンしなかったよ、ほうほうほう、あんまり、うん、はい、3玉と2玉で、ごちそうさまでした、タヌキ、はい、セアプロ、うまかったな、うまかったな、ちょっともう僕はちょっとビールをまだちょっと残ってたんで、このラーメンで美味しくなったこの口で一気したいと思いますぬるい、なんもなしで500ミリ、ちょっとしんどいわ俺、やっぱラーメンは豚骨やなっていう話になったんで、ノープランの時は大体ラーメンやな、大体ラーメンやし、大体豚骨で、なんで京都にああいうさ、ザ豚骨ないんやろ、作れよ、あんのかな、やろうかな俺ら、いや、それはいいよ、それはいいな、飲食店もやらへん、多分下手、でも小平くんのラーメン作るラーメンはまずい、じゃあ俺ホールで、愛ちゃんがキッチン、いややわ、あーいってやだから、いらっしゃいませーって言うやん、俺いらいな、何名様でご来店ですかー言って、そういう前にニュースも入ります、車です、車です、車2台です、おそらく4人から6人、2名、行きまーすってやるやん、俺が言う、なんでキッチンから見てんの、いや私がホールやから、視力良すぎやろ、まあ視力はいい、
やし、僕らがもしラーメン屋とかなんとか屋をやりだしたらまた皆さん来てください。よろしくお願いします。あと何屋さんやったら来るかっていうことをまたコメントいただけたらと思います。マクド屋さんとかやるかもしれない。マックドナルドやるかもしれない。マックドナルドめっちゃおもんないなまあでも最後の最後に桜見れてよかったな。桜散る頃に駆け抜けたあの万博公園よかったと思います。駆け抜けたか。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。マスクチェーン皆さんいつも買っていただいてありがとうございます。あと TikTok ライブ最近できてないというか、前よりはちょっと頻度が減ってるんでね、また YouTube でライブもしたいと思います。ちょっとなかなかバタバタしてて申し訳ないんですけど、今年中に10万人いけるように僕らも頑張りますので、最後になんか今日 あのララポートエキスポシティについてあなたにとってエキスポシティとは。ズラーメン美味しいという。なんやねん、関係あらへんどう院長、全然桜の聞いちゃうけど。イガンでる見えへんな、逆光がすごい。はい、映ってない、暗いな、見えへんな。いや、やっぱ映ってるくない。頭切れてる、切れてる、切れてない。あ、俺切れてる。うん、あ、いいじゃん。カムフラージュしとこう。